a tutti! Bentornati sul mio canale Elicottero! Oggi mi trovo a Nagoya! Yay! Da Nagasaki fino a Nagoya ci sono circa ben 900 km! Ho preso lo Shinkansen, il treno super veloce, e ci ho messo 5 ore! 駅構内に大きな時計があります。名古屋の人はみんなここが分かりやすいのでここで待ち合わせをするそうです。そして今日私が泊まるホテルは駅のもうすぐ近くです。チェックインをしに行きたいと思います。ここはオフィスもたくさん入ってるみたいでサラリーマンもたくさんいます。着きました。入ります。はい、私の部屋は23階です。はい、お部屋に着きました。ちょっと狭いけどでも一人で一泊するのには十分です。おお、そして見てください、ダダーン、この景色、これは夜の夜景が綺麗だと思います。楽しみです。名古屋って大きい街ですね。都会ですね。はい、今回名古屋に来た目的は2つあります。1つは長崎の私の友達が今名古屋に住んでいるので彼女に会って一緒にご飯を食べに行くことです。もう1つは名古屋といえば相模です。ん？相模？これレストランでジャポネーゼキシトローバーアミラノこれロケシトローバーアベローナ。はい、そうです。今イタリアに7店舗あるんですけどそのリストランティ 100% ジャポネーゼ、ま、そのダベロ 100% ジャポネーゼ、イタリアの方はそう思ってるかもしれません。なので今回私はダダーン、相模が生まれた町名古屋に来て本当に相模のお店があるのかどうか見に行きたいと思います。プラティカメンテソのメルタクイアンマンジャールセンブレ、名古屋のグルメプチ旅行スタート。ケルサラセラソノウシュイタペリンコントラレラミアミカ、乾杯。イエーイ。長崎の友達のなほこです。でもね、この間長崎だったからそんなに久しぶりじゃないね。ねえ、何日ぶり？多分10日ぶりぐらい。10日ぶりやね。名古屋で何してますか？会社員やってます。どんなお仕事？自動車部品です。おお、なほこはね、学生の時からめちゃくちゃ頭が良くて勉強ができる子だった。で今あれだよね、ポルトガル語を勉強してるんでしょ？そうです。なんかちょっと喋ってみて。ジェンチボアノイチエソナホコソエンジネラドカホアゴラエルエストベベンドアルコーリカマスアマニャンエルテニョキトラバリアルイントンエルコンシゴベベルホコ。すごい。はい、じゃあ娘さんのお名前は何ですか？はい、何ですか？なのはちゃんです。かわいい。さっきなほこが言ったポルトガル、やっぱりスペイン語に似てるからちょっとだけ分かった。じゃあママが作る料理って何が一番おいしい？わかんない。わかんない。なのちゃん YouTube 出る。出ていいの？いや、いいね。この唐揚げめちゃくちゃ美味しい。でも多分本場の韓国だったらもっともっと辛いんだろうけど、うん、なんか美味しいよね、うん。じゃあいつかイタリアも来てね。来たーい。ねー、なのちゃんもローマ来てよ。イタリアの。はい、なのこ今日ありがとね、来てくれて。ありがとね。ありがとう、オリガーだね。またねー。はい、皆さんおはようございます。今私は名古屋の相模に向かっています。ちょっと見えてきました。はい、皆さん見てください。エジステダベロリストランテ相模あ名古屋デスインテリアも、あ、さすがお蕎麦屋さんだからかな、なんかマシンが動いてます。入ります。おはようございます。わあ、とても広いですね。わ、すごい素敵。なんか日本の家みたいです。相模のお土産もたくさんあります。あ、ミソッチ、ミソッチがいる。これはイタリアにもいますね、ミソッチ。イリストランティ相模インイタリアソナペルティダローラデルプランツォフィーノアラチェラペロ
Qui sono aperti anche dalla mattina, dalle 8, presto, perché a Nagoya c'è la cultura di fare colazione fuori, come in Italia, bar. Quindi spesso i ristoranti, soprattutto caffetterie, sono aperti dalla mattina presto per fare colazione, non a casa ma fuori. Ma adesso sono le 11, quindi ci sono già alcuni clienti che o stanno facendo colazione tardi o pranzo presto, prestissimo. Hai, già 階段 ga arimasu, 2階 ni ikimasu. Wa, Nihon no ie mitai, 2階 mo. Wa, sugoi. Kirei desu ne.おお、広い広い、おえ、素敵わー、そんなエモチョンになったディエステルクイ、アナゴヤ、サガミわー、プロスティールジャポネーゼ、ベリッシモなんか、イタリアのサガミはグリーンで結構統一されてて結構モダンな感じもするんですけど日本のサガミはザ、和室ですこれは子供向けの小さい椅子ですね日本のレストランではよく靴を脱がなきゃいけませんここは畳なので靴を脱いで入らなくちゃいけませんうん、私はこだまんじゃもべりやもめるあんけめぬそのくりおざりべでるろはい、今日はねイタリアの皆さんに日本の相模を見ていただくということで特別にこちらのお部屋を用意してくださいましたまず靴を脱ぎます下駄箱に入れます畳の部屋です。落ち着く。あ、ここは畳なんですけど、床に直接座らず椅子がついているので、私はこっちの方が好きです。ただ、大きい。めちゃくちゃ大きいし、写真がついてて、外国の方にも分かりやすいかも。見てすぐ分かる。うわ、うわ。店員さんを呼ぶときは、この呼び出しボタンを押しますすると店員さんが来てくれますご注文は決まりですかあのメニューがたくさんあって決められないんですけど、はい、おすすめってありますかねはいおすすめはお昼の相模セットになりますお相模セットっていうのがあるんですか、はい、どれですかはい失礼しますこちらでございますおお豪華ですねお寿司もついてるんですねはい、このお寿司の部分はこの中からお選びいただけるのでご変更も可能ですネギトロミニ丼で、はい、ご飯は本当に少なめでお願いします、はい、ご飯は少なめではい、お願いしますはい、かしこまりましたはい今、熱いお茶を持ってきてもらいましたこれも日本では無料ですお待たせいたしました、お昼の相模セットでございますはい失礼いたしますわあ、ありがとうございます。美味しそう。大きい。これはお腹いっぱいになりますね。はい、このお昼の相模セットが1390円ですよ。10ユーロもしません。安くないですか？そば、それからネギトロ丼、天ぷら、茶碗蒸し、あちち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 、なんと。デザートもついていますボリューム満点ですそれではいただきます何から食べようかなやっぱりお蕎麦ですかねはい相模さんのお蕎麦これは冷たい蕎麦ですいただきますうん、うん、優しくて落ち着く味がしますお蕎麦の麺はイタリアの相模さんでも日本から送っているのでイタリアの相模さんで同じ麺が食べられます日本ではラーメン、うどん、そば麺類を食べるときは思いっきり音を立ててすすります日本では全然行儀が悪いことではないですむしろいいこと、いいことですイタリアの相模にはないと思うんですけどネギトロ丼ですネギトロはなんていうのかなマグロ？トリタート？私これがすごく好きで多分イタリアのみんなはえなんでお寿司にしなかったのって思うかもしれないけどイタリアで食べられないから日本で食べたくなりますこれもねイタリアにはなかなかないです茶碗蒸しと言いますパッと見たらちょっとデザートみたいプリンみたいに見えるんですけどこれは甘くないです気をつけて確かに卵が入ってるんだけどこれは中にちょっと魚とかいろいろ入ってます肉も時々入ってるかなあと野菜が入ってますいただきますわー柔らかいプルプル
あ、美味しい。茶碗蒸しもぜひ日本に来たら食べてみてください。美味しいです。ちょっと先にデザートを味見したいと思います。ゆで小豆と白玉団子といって、まあ、餅みたいな、でも団子ですね。うん、もちもちです。うん、緑茶とも合います。これはかぼちゃの天ぷらです。これ知ってますか？レンコンです。レンコンの天ぷらです。全部美味しかった。イタリアに帰ったらダイエットします。日本で今たくさん食べてます。はい、じゃあ皆さんももし日本の名古屋に来たらぜひ相模に食べに来てください。 OK! Dunque, come avete visto, il ristorante Sagami esiste davvero in Giappone, qui a Nagoya. Sono stata molto contenta di aver visitato anche questo negozio. Tra l'altro, poco fa sono venuti a trovarmi anche il capo dell'azienda di Sagami e i suoi colleghi. Mi hanno lasciato tantissimi souvenir.Che gentili che sono! Ho fatto mille inchini! Quindi se visitate a Nagoya, venite anche voi a Sagami e anche in Italia andate a Sagami più vicino a voi. Vi lascio nella descrizione attualmente dove si trovano i ristoranti di Sagami in Italia. Arigato gozaimashita! Allora ci vediamo alla prossima! Mattane! 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 Bye bye!